のーにーチャンネル。
はい、皆さんこんばんは、のーにーチャンネルです。本日は鶏肉と牡蠣のアクアパッツァ風です。いただきます。鶏肉とか普通ね、魚なんですけど鶏肉も入れてみました。だしの入った塩を使ったんですけど、梅昆布茶とかでも全然いいですね。昆布茶とかでもだしが結構出てていい感じですね。パプリカ美味しい。トマト、まあこのメニューはね、ただのパプリカ切って鶏肉ちょっとこまめにしてだけなんで、非常に本当簡単な。あとはね、もう火が通れば出来上がりのメニューです。本当はね、今日ワインで白ワインをね普通は使ってやるんですけど、今日は日本酒を使ったちょっと和風な感じで作ってみました。本日も美味しく出来上がりました。本日の動画も良かったら、高評価とチャンネル登録お願いいたします。ごちそうさまでした。